どうも、関西ジャニーズジュニアの藤森涼河です。今回も引き続きオンライン授業をやっていこうと思います。3時間目は英語をやります。はい、もうちょっとバッチリ準備ができているので、早速やっていきましょう。これは、なにわさんのなにわレインボーカラーを、アルファベットにして書いてみました。じゃあちょっと上から読んでいきます。レッドが2、ピオレンジが3、イエローが1、ピンクが1、パープルが3、ブルーが2、グリーンがクエスチョンになってます。はい、お分かりいただけましたでしょうか。考え方は、2時間目の算数と同じになってます。まだ分からない人は頑張って考えてみてください。はい、4時間目にまとめて答え合わせをします。じゃあまたこの黒板の前でお会いしましょう。じゃあ、アイランド TV。